だが、もしこの絵の男が犯人だとして、どうやって沖縄と東京の移動を。中原が撃たれたのは昨日の4時過ぎ、大吾が撃たれた時間が6時半ごろ、差し引いて2時間半。沖縄東京間は飛行機でもそれくらい時間がかかる。どうやったって空港から搭乗階に来る時間はないんだが。これは停電か。変だな、カムロ町の明かりはついてるみたいだ。柏木さん、この男とつながってるやつを探し出せ。つながってる、多分そいつは沖縄のリゾート開発の裏で利権を狙ってる。そいつは搭乗階に。搭乗階内部の人間ですか。そいつを探し出せ。いいな。はい。柏木さん。